農林水産大臣、そして土地副大臣の言動を見ておりますと、もちろんこのアレッタの再生に向けて、取り組んでおられることについては十分理解をいたすものの、その特に開門方法について、国は、まあ、あたかもということでございますけれども、ちょっとでも門を開ければそれが開門なんだということを思っておられるように我々は受け止めをしております。ちょっとでも開ければ裁判上の義務を履行したということになると思っておられるのではないかとも思っております。でそういう国の態度表明について佐賀県民は非常に疑問を持ち、また憤りを感じているところでございます。私どもは何のために開門をするのかということについて、私どもはこの開門をすることによって有明海の環境変化の原因が何だったのかということを調べるための開門でなければならないと考えております。それによって漁民の多くはこの伊佐神の事業が原因ではないかと思っておりますけれども、あるいはひょっとしたらそうでないかもしれません。そういったことも含めてしっかりとした開門をやることによっていろんなことが分かってくると思っておりますし、私はそのことが有明海の再生につながり、そして農水省の検討委員会においてこの有明海を伊佐神の海から和解の海にというふうにまとめられた、あの趣旨にも合っていくのではないかと思っているところでございます。私どもは今回こうして議会漁業の方々をはじめ、そしていつもご指導いただいている県政府国会議員の先生方とともに本日お伺いをいたしました。この真の意味で有明海の再生につながる開門をぜひお願いしたい、このことを強く求めたいと思います。私からは以上でございます。私自身も、まあ、正面から受け止めていかなきゃならないと思っております。上にちょっとだけ開ければいいというような、こういう考え方で3の2というふうなものを考え方を示したということなしに、やっぱり防災上やはり影響を受けるというふうなことだけは内容にしていかなきゃならないなと、まあ、こういうふうなことの考え方に立ってのものでありますということだけは私自身の判断として表明させていただいたということでございます。また有明海全体の再生というふうなことについては、過半のご承知のとおりに有明海、ここにも言及していただいてますけれども、野草会のいろんなこれからの取り組みにつきましても国会においてもきちっと お取り組みをしていただいたということでございますので、それを受けて農林水産省としてもできるだけの努力は当然のことながらしていかなきゃならない、こういうふうに考えているところでございます。